こんにちは、梅野です。ここ花の庭で春の花を撮っていきたいと思います。はい、では1枚目はここのチューリップを撮っていきたいと思います。ここ3つありまして、こう見た時にちょっとこう山形になってますので、ここを縦構図で切り取って、下のこの青い花とこの三角に見えるチューリップを取っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。ちょっとこう前後にチューリップ距離がありますので、 F 値は5に設定して、手前のチューリップがボケすぎないように設定してみました。この場合でシャッタースピード400分の1秒出てますので、 ISO 感度は100で OK です。ではこの設定で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。縦構図で撮りまして、3つがこう山形に並んでまして、で背景はボケて、で下にこの青いお花を入れることで赤と、まあ、青紫かの色も入って、まあ、バランスのいい色合いになったんじゃないかと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、じゃあ次はここに咲いてるウィンターパンジーさんを撮っていきたいと思います。で、まあ、ちょっと固まってあるんですけど、あんまり固まって撮っても写真映えしないので、ちょっとローアングルから狙えまして、で手前のこの葉っぱで、他のパンジーさんを隠して、撮りたい一輪だけを狙って撮っていきます。はい、カメラの設定していきます。 F 値は 3.5 に設定しまして、で前ボケと後ろボケ作りつつ、ちょっと解像感を出していくような感じの設定にしてみました。この場合でシャッタースピードは500分の1秒出てますので、 ISO 感度は100で OK です。ではこの設定で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。他の固まってたパンジーさんは、手前の前ボケさせた草で隠しまして、撮りたい一輪だけを画面内に、出すことができました。で前ボケがあって、で後ろにも抜けていってるんで、まあちょっと、まあ、奥行きはそんなに出てないけど、まあそれなりに出た感じと、まあ、撮りたい被写体が分かりやすい写真になったんじゃないかと思います。では次撮っていきましょう。はい、次はここのチューリップ、下が白くて上がピンクでグラデーションになってるやつで綺麗だったので、これを撮っていきたいと思います。でここもローアングルで構えて、こっちを右下に配置して、こっちを左上に配置するようにしていきます。で背景は後ろの、あの草の部分を使って、緑の要素とちょっと暗めの雰囲気を出して、チューリップのピンクを映えさせたいと思います。でこういう感じでローアングルで撮っていきます。はい、カメラの設定していきます。前ボケと後ろボケとしっかりさせたいので、ここは F 値開放の 2.8 に設定しました。その場合でシャッタースピード2500分の1秒出てますので、 ISO 感度は100で OK です。それではこの設定で撮っていきましょう。はい、それでは写真がこんな感じになります。右下と、左上にチューリップを配置して、まあ、4分割構図の、まあ、ちょうどこの対角になるような配置で撮ってみました。で背景は緑になってますので、チューリップのピンク色が入ると思います。それでは次撮っていきましょう。はい、ここにもチューリップが咲いてまして、でその上に菜の花が咲いていますので、今回ちょっとハイアングルからこの菜の花を前ボケに使って、で間から
見えるチューリップを撮っていきたいと思います。で、横に撮ってしまうと、まあ、普通というか今まで撮った写真と被っちゃうんで、縦構図で切り取ってハイアングルからにすることで、花のところにはピントがあって茎はグラデーションでボケていきますので、これ菜の花の間から生えている感が強調されるかなと思いますので、ここを縦構図で撮っていこうと思います。はい、カメラ設定していきます。ここも前ボケを使ってチューリップの茎をボケさせていきますので、 F 値は 2.8 に設定しました。で、この場合でシャッタースピード1250分の1秒出てますので、 ISO 感度は100で OK です。それではこの設定で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。菜の花を前ボケに使って、でピントはチューリップの花びらに合わせています。でチューリップの茎から下はグラデーションでボケていってますので、奥行き感が出たんじゃないかと思います。はい、次ここ撮っていきたいと思います。ちょっとこのもじゃもじゃした白い花がありまして、その隙間からチューリップが見えますので、これを前ボケかつフレームに使いながら奥のチューリップにピントを合わせて撮ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。手前の前ボケさせたい白い花と奥のチューリップに距離がありますので、 F 値 2.8 まで開かなくても撮れるので、 4.5 に絞ってちょっと解像感出して撮っていきます。この場合でシャッタースピード320分の1秒出てますので、手ブレしないので ISO 感度100で OK です。ではこれで撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。手前の白い花を前ボケに使いつつ、ちょっとこう写真を埋めてくれるフレーム代わりに使って、黄色のチューリップをメインで撮ってみました。前ボケがあることでやっぱりちょっと奥行きが出ますので、特にこういう花畑は前ボケ狙いやすいので、よかったら狙ってみてください。はい、本日は花の庭を撮りに来ておりました。撮りたい写真は大体撮れましたので、そろそろ帰りたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。